半年ぶりのサッカーのバシが、うん、タッチに。え、本当に合宿の時しかやっていないの？うん、お、ハンド、ピケ。おやおや、コーナー。おやおや、え、ピケじゃないか。外だったんじゃないの？え、ピ、コーナーって言ってる、でも。めっちゃケニアハッとした顔したのに、ね、先生後ろに先生に怒られるってバレる、うん、そういう。お、誰だ蹴るのは。王子、王子外を、あ、うん、まだある。頑張った。パスからごっつぁん、ごっつぁんがタッチに割って森さんがいいとこにいた、うん、おタッチが強引に森さんから、森さん怪我してるよ。本当だよ、うん、老人をいたわれそこはタッチが、まあ、タッチ人生なら今日までかもしれない今日の夜に全てがここでタッチが何時に潰れるかオッズしよう。どうだった車は？あ、車快適だったよ。ちゃんと会話したのみんなで。したよ。え？もぞもぞするけどタッチはちゃんと喋るよ。よくおしゃべりだよね、うん、意外と。水の口って8日から乗ったの？いや、神馬ぐらい。あー、3点打ったもん、うん、本体は前ね。ちょっとね、うん、でも銀座でちょろこみしたぐらいで、あとはもう快適だった。まあ、そこ乗っちゃえば大丈夫だけどね。あの、ディズニーのお客さんがもっと早い時間だからさ、うん、逆に。あ、湾岸行ったんだ。いや、湾岸じゃなくて東京よ、京葉、京葉道路、うん、そう、京葉道路着いたからね。うん、全然サッカーなんしないんだけどいいな、うん寒い。松木はそうだよね、それるよね。ね、それるよ。しまいなガンダムなんですよ。全然関係ない走ってるよ、たぶん。ガンダム。おー、ニア。ナイスキーパー。ジャスとは思えない。ジャスある。キーパー上手だね。あ、ジャスなんだ。大将、決め。大将寄ってきたらね、体ガスガスするからね。あ、全然違うとこだった。大将じゃなかった。思いのほかタッチが近い。いやいや、ゆかちゃんに、ゆかちゃんに危ないよすごい、何もなかったよ、ゆかちゃん。和光、素晴らしい。大丈夫だったよ大活躍で和光。え、ボールどこだ？いた。全然サッカーと関係ない。あ、